ありがとうございます、しょうくらです。まあ今日はね、もうサムネイルとタイトル見ていただいたら一発で理解できると思うんですけど、このね、もうどう考えてもカスみたいなサオとリルがあるわけですよ。これもう分かれてもないね、合体してます。もうサオとリル一体のやつなんですけど、まあこのね、もう見た目ほんまにカスみたいなやつでも、まあ糸さえ太けりゃなんとかなるんじゃないかっていう、もうほんまにシンプルな一角です。まあこれを生産されてる方にはね、もう非常に申し訳ないですけどあのまあカスにしか見えないで、まあおそらくこれはどんなサイズが釣れても今日は楽しいと思う。まあこれ後々解説していくんですけど、リールもなんかね、普通のリールと全然ちゃうくてめっちゃおもろいんですよ。だから今日はこいつを使ってね、めっちゃ楽しんで釣りできたらなって思います。ということでいきましょう、レッツゴー。さあやろう。これもういいとこ見っけた。これ見て、このポケットに入るもう優秀、これ一番優秀やわ。やっぱ荷物が多いって嫌やからね。で今日はね、ちょっとあの釣り具屋にあったエビと魚いっぱい取ろうと思ったんですけど、魚がめっちゃ少なかったんで、この魚とエビのセットで攻略しようと思います。やっぱね、この竿のスペックを測るのにルアーじゃ無理、俺の才能にも出ない。ほんでこれまずおもろいのが、見てこれ、あのまず糸を巻くのミスりました。わかる？なんかね、普通こう糸が出ていかなかのに、間違ってこうしてもったんやけど、もうどうにもならないんで、すいません。でもう一つのおもろいところはね、これね、ドラグ調節とかなんかあの飛距離のなんか設定みたいなないです。シンプルに糸をそのまま引っ張るとなんかちょくちょく回ります。ほんでこれな、じゃあどうやって投げんのっていう話なんですけど、まあわかるか、これがあのもう自由にくるくるするモードみたいな、この一個だけ、もうあとは自分のテクニックで頑張れっていう、これあの子供に使いやすいようにと見せかけて鬼ムズいロッドなんですよね。まあこれ投げながら徐々にちょっと感想を言っていこうと思います。さあまずはね、飛距離の測定も兼ねて魚でいきます。よしよし、うわー、もうこの距離やし、でも浮き下ちょっと結構取ってるから、これはきついぞ。うわ、短っ、むっちゃ短い。これとりあえずこれで一旦投げますよ。せーの、はい。いや無理やろこれ、無理無理、厳しすぎるわ。多分これマジででかいやつかけたら普通にラインブレイクすると思う、糸が太くなけりゃ。ただ今回これあの、あ、言い忘れてた、今日これ16ポンドは希望感じるくない？これもいけそうな気すんねん。さすがに何度かなるっしょ。でこれちょっとあの朝一ここ来てレビューだけしよう思うんだけど、爆風すぎるな。しくったしくった。前のねガイドの先だけも鬱陶しかったね、めっちゃ鬱陶しかったし、あれはまあライントラブルがえぐいぐらい問題だけど、これに関しては投げづらいの、コントロールできない、そしてこれ生きには追うてないかもしれん。でこれちょっとうまいこと投げてみようか。あ、おおー、いい感じでいった今。なるほどね。でこれ竿のなんか材質がね、あの釣り竿のそれとは違うんよ。なんかねプラスチックみたいな感じやから、折れる心配はないと思うな。まあ、これはねおそらく優秀やと思う、糸が太かったら。でこの先っちょのガイドがもう手抜かれすぎ、ほんまに簡単に作ったやろなっていう感じやわ。ここもこの2個だけやけどひどいな。もうねメーカーの名前も書いてないから、1600円か980円ぐらいやった。まあだからこれでもデカバス釣ろうと思ったら釣れるでっていうのをちょっと証明したいな。なるほどね、なんかちょっと分かってきた。ただこれギア比が悪すぎて巻くのめっちゃしんどい。お、めっちゃええやん、めっちゃええ具合に飛んだやん、これやん。まあまあまあ手前 3m やったら投げれんことはないな。でもこれ結構いいわ、 3m 投げれたら十分やから。 A few moments later. さあちょいくろ投げます。いけるでしょう、なんかいける気がすんのよね僕。そしてあっさいな、思ったよりも。まあいっか、とりあえずねちょいくろこれ投げれるかやります。まあ16ポンドなんでね、まあ糸の問題はないでしょうということでね、やっていきます。いきます。いって、全然飛ばへん。うわ、めっちゃ真っ暗してるやん。これ巻くの大変やね、これどんだけ巻いても寄ってこいね、これ。来た。全然アクションできん、ちょっと待って。うわ、ひどい。うわ、弱っ。ざっ
こいな、動きが、動き雑魚すぎるし、これ高速巻きでけへんやん、きっつ。うわ無理、普段の感じで投げられへん。これ冬のバス食わせれる？きつない。終わりやろ、終わりや。これに合ってるルアーって何？逆に、うん、ほらもうね、何これ、何釣りができるん一体、不可能やろ。あーこれは終わった。とりあえずこれしかルアー持ってきてないからもう移動しよう。これは終わりや。しかもこれ、これかけようか、これ見て、これもう半分締めんの草。さ、スパテラしか投げるのはないわな。よいしょ、あ、これええやん、これ絶対正解や。ほっ、うん、あ、これで間違いない、ロングワームや、この竿は。きっつ、それでもやっぱきつい、スペックは悪いからな、悪い中の絞り出してロングワームがいい言うてるぐらいから、やっぱ根はゴミですねこれ。言うちゃ悪いけど使いづらすぎる。これ人おるところでやるのめっちゃはずいな。今めっちゃはずいんやけど、やっててすごい、もう全然見られたくない。うー、やばい、なんか、え、ここでめっちゃ巻きすぎて、このなんか繊維みたいなの外れてきてるんやけど、やばない、これこう巻かなあかんのか。うわうわ、やってもだ、これ6000円すんのに、なんでこんな900円ぐらいのロードに殺されなあかんねん、このグローブ。はい、いい、はい、もう正解分かれへんわ、もうむずすぎこれ。いや俺これさ、ほんまに身勝手な発言やと思うけどね、これ多分罰すれへんよね。これ無理、合わせれん、そして投げられへんで、扱いづらい、もう終わりやねこれ。はい、ほんまに釣れるんかなこれ。さあもうね、まあ、今回のねこの動画の目標は、大きいバス1匹1匹をかけて、それが釣れる釣れへんにしろ終わります。でも絶対に1匹かけるまでやる、ちょっとこいつの限界を知りたいから。うう死ぬ、これ精神がおかしなるわ。はい、人間の心折れました。これはもうデイワンに関しては心折れたわ、やめよう。途中でエビちゃんに書いたけどありがとうございます。さあね、デイツーはしっかり釣ります。冬はデイツーしゃあないと思っといて、無理無理、1日で釣るのとか。ということで行きましょう、レッツゴー。さあデイツーやってきました、秒で釣る、マジで秒で釣る、もう2日目に俺は時間をかけんぞ。そして、GoPro のね、マイクを忘れてもうたんでね、風の音が死ぬほど入って、動画的にクソうるさいと思うんで、それも含めて、はよ釣ります。よっ、いいでしょう。釣るぞ、もう。俺、基本的にデイ1で喋りたいこと全部喋るタイプやから、もうデイ2は正味、超過だけでいいよ。超過。でね、おそらくこれもう多分、糸20メーターもないんですよ。だから、バスが食っても送ることできへんし、合わせるにも多分、ちょっとでも糸がたるんでたら、この距離感をピンって刺しただけなんで、多分なんかね、合わせるのバリむずいと思うよ。だからもうほんまに、もし食ったらもうほんまちょっとだけ送って、巻きながら思いっきり合わせるっていう、このスタイルでいきます。 One hour later. はい、全然釣れないので移動してきました。ここで終わらせます。魚も1匹しかないんでね、もうここで決めるしかないよね。オープニング確かここで撮ったよな、1ヶ月前ぐらいに。まあここで始まってここで終わる、そんなんでいいでしょう。フルキャスト、ほっ、はい神、はい神ショット来ました、ありがとうございます。ただちょっと気に乗っかってるのはなんでやけど、まあええか。え、沈んだ沈んだ沈んだ、ええ沈んだ沈んだ、ちょっと待って、え、フルキャスト沈んでる、合わせるで、回せるしかないかな。はい、よー、オッケーオッケー、かかってるかかってる、え、抜けた、
お、食ってる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 、うわー、やばいやばい、食った、うわーやばい、ちょっと待って、全然分かれへんけど、これバラサンドいいじゃん、ほんまに、でっか、ちょっと待って、ちょっと待って、糸張るとかそんな概念じゃないで、これどうすればいい、どうすればいい、これちょっと待って、ちょっと待って、あみあみあみ、頼む、入って、頼む、マジで入って、いやいや来たー、見て見て、これちょっと待って、ちょっと待って、返しまで行ってない、返しまですげえ、じゃあ行くで、外すで一回、うわーすげえ、危な危な来たーでっけー、マジで奇跡起きた、ようバラさへんかった、これはこれはこれはマジで奇跡起こした、やば、50あるんちゃう、これ45ぐらいは、45ぐらいやけど、釣れた、もうこんなんは、これ今のマジで奇跡、もう釣れたもんじゃない、こんな普通に、ほんまにカスタックル、マジでよう釣れたわ、全ての計算が、全ての運が合わさった、イエーイ、これは嬉しい、これは来た終了、はい、お疲れ様です、十分っす、もうあの一本取れただけでええわ。マジで奇跡、あれは。ほんまに奇跡起きた。ほんで今ね、ちょっとあんまりにも嬉しすぎて動画見返してたんですけど、僕めちゃめちゃテンション高いじゃないですか、あれ。実はね、今日4日目なんですよ。4日目をずっとデイ2の体でやりたかったよ。だから結構同じこと何回も言ったりとか、精神的にちょっとだるかったんやけど、なんとか、しかも今日の夕方、釣れました。俺ほんまに今日諦めてたから。最後に釣れて、マジでよかった。これであのサイズはマジで伝説やと思う。まあ、俺よりもでかいサイズ釣れる自信ある人がいたらぜひ試してください。このね、カスロッドチャレンジ。今つけたけど、失礼な言い方やな。このね、アマゾンで売ってると思うんでね、ぜひこれで、デカバスかける自信があるって人はね、やってみてほしいです。ということで、今日はこんな感じで終わると思います。お疲れ様でした。